どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。今回はですね、河野コーチに、来ていただいて、彼はですね、年間で1300レッスンぐらいこなす、もうスーパーコーチなんですけども、彼が見てきたドライバーが苦手な人の傾向みたいなものをレッスンしてもらいたいなと思うんですけども、はい、そもそもだから、そのドライバーが苦手な人、もしくはその調子が悪い日に起こってる、まあ、原因、はい、っていうのも、ね、まあ、経験の中でこういうパターンが一番多かったっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思って、はい、まず一つ目が、ドライバーっていうのはアッパーブローって言って、こうクラブがこう下からボールにこう上昇しながら当たっていくっていうのが、まあ、基本的にセオリー通りの打ち方となります。その角度といっても平均的に4度とか6度とかぐらいなんですけど、まあ、目で見てもあこれ4度だなとか分かんないので、ざっくりこう下から打つんですと思ってもらっていいので、でフェース面は9度ですので、これはちょっと上に向けてボール打っていった方がボールはちょっと上に上がってくれやすいので、まあ、その分、飛んでくれやすいというふうになります。ですので、まず下から入れて、でフェースは上っていうことは、シャフトはあんまりこうこちら側に傾くんじゃなくて、自分寄りに傾いてる状態ですね、に傾いてる方がボールは上がりやすい状況になります。でまずこの形を作るためには、まずアドレスがすごい大事なんですけど、よくあるのがアイアンと同じようなセットアップをしてしまって、ボールの位置がこのぐらい体に対して違うと理想的なんですけど、アイアンのところでこうドライバーをよく構えてしまう人がいらっしゃいます。足と足の間にボールを置いてもらって、でこれでこうドライバー構えてしまう。厳密に言うとこういうことですね。シャフトがこうこちらにターゲットに傾いてしまって、ロフトが立ってしまう状況になります。こうするとまずロフトが立ってしまうので、ボールがどうしても上がらなくなってしまうとかっていうことが起こるのと、あとはボールが体に対してちょっと右にあるので、こうクラブはこう上から入りやすかったりするので、まあ先ほどお伝えしたこう下から入ってフェースは上っていうのが、まあ両方とも達成できなくなってしまうので、まずはやっぱりボールの位置ですね。基本的におすすめの角度としては、左足の一足分内側、だいたいこの辺りですね、にボールを置いていただいて、で右足をしっかりこう外に開いてあげます。まあどのぐらいかというと、まあそうですね、肩幅よりも拳一個分右みたいな感じですね。まあここの辺はこう人によって変わってくるので、まあ自分の立ちやすいように構えていただく方がいいと思います。でこれで構えるんですけど、まず多くの人はこう背骨がこうまっすぐなってしまって、でこれでボールを真ん中に置いてしまうので、背骨が少しこう右に傾いている状態ですねになっている方が、ボールは左にあった時に先ほどお伝えしたクラブがこうこちら側に寝る状態になります。ですのでアドレスの際に背骨がこう右に傾いた状態で、で少しこう右の肩が下がっている状態ですね。でそれに対して骨盤もちょっとスライドしてあげる状態にすると、骨盤と肩が平行になって、こういう風にスッと構えれる状態になります。これでよくあるのはもう、腰がこう右にある状態ですね。でこれでこうやって構えてしまうとか、まあ、これもよくあるパターンですね。ですので骨盤をちょっと左に置いて、で背骨がまっすぐになるようにして構えます。こんな感じですね。ドライバーが苦手な人が起こりやすい構えっていうのは、ちょっとボールが中にある人が多い。はい、中にある人多いですね。こういう状態ですね。そうだね。でこれで頭とか背骨がこう左に傾くか、うんうんうん、もしくはまあ、まっすぐな状態ですね、うんうん、になる人がやっぱり多いですね。なるほど、はい、ボールを左に出した時の注意点は、やっぱり極端にこう肩が例えば左向いちゃったりしやすくなる、ね、そうですね、こういう状態に。そうだよね、そうなりやすいから、はい、体のポジションをしっかり そこに持ってくるってことがすごい大事だよね。はい、うん、コツとしてはまずクラブから合わせることがすごい大事なんですけど、クラブ合わせずに体のポジションどうでこうでっていうのはちょっと基準がないので分かりにくいので、まずはクラブを合わせていただいて、先ほどお伝えしたシャフトがこうこちらに傾いている状態ですね、ちょっとですけど、フェースがちょっと上から見て軽く見える状態ですね。これがこう見えなくなるんですけど、こうじゃなくて上から見てもフェース面がしっかり見える状態にして構えて、でこのクラブの傾きを変えないようにして自分が合わせるっていうことですね。骨盤がこうなっていた方が楽に構えるんですけど、うん、これでこのクラブの傾きを殺さないようにしてこうやるとすごいしんどいですね。こんな感じになっちゃいます、はい、ですのでこれをこうですね、うん、であとはこの骨盤と肩の向きもこの今置いてある線に対して平行にします。こういう状態ですね。にするとまあ自然とこう右肩が下がるの でこれに対して骨盤がこうなってもダメなんで、骨盤もしっかり右に倒すってことですね。
で、そうするとここが平行で背骨がまっすぐになりますっていうのはまず一つ目ですね。スイングなんですけど、よくあるのがティーアップしててこう下から打ちますっていう時に、大体アイアンでうまくいってる人の多くのタイプはこう外からクラブが来てるタイプの人ですね。でそうするとこうダウンブローで上からガツンと入ってしまって、そうするとこうスライスになってしまうとか、ダウンブローになるんで球が上がってくれないとかっていう風になりますので、まずはやっぱりハーフスイングですね。こういう状態でスイングしていただいて、でそれでまずはフェース面が上向いてて、クラブがこう下から入ってきて、ちょっと高めの球を出すイメージをしていただいて、それでボールを打って、まあ少しこういう風に高い球になっていれば理想的となります。これで正しい状態のクラブの入り方が分かります。でここを基準として少しずつスピードを上げていくっていうのがまず大事ですね。ここからこう入れてこっちの状態ですね。ちょっとインサイドアウトアッパーって感じになるのかな、イメージが。そうですね、基本的にはその方がいいです。クラブが外から来るとフェースが閉じやすい傾向になるので、ちょっとこうクラブのプレーン自体をこう右に向けてあげるんですね。でそうするとフェースもちょっと開きやすくなります。でよくあるのはなんかスライスに悩む人が多くて、でスライス右に飛ぶから右に振らないようにしようと思って、よりこう左に振っちゃうっていう人が多くて、でもそれやろうとするとさ、インサイドアッパーにするとさ、右から右に行っちゃう人って増えない。構えた際にちゃんとこうターゲットにフェースが向いていて、でこれでこう下からアッパーに入るとちゃんとドロー回転がかかるようになるんで、まあ、もちろんこれは開こうとするような動きが入る人は、まあ、当然こう右に出て右に曲がるんですけど、まあ、そこはスイングが悪いっていうことなんで、例えばこう骨盤が開くの早かったり、まあ、その腰が開くの早い人多いね、やっぱ悪い人はね。そうそうそう、ドライバーとかも一番そうなんですけど、スピードを出そうと思って腰を早く切ってしまって、逆にこう肩が残ってしまうパターンになると背骨がこういう風に動くんですね。でそうすると肩が浮いてしまってフェース面開くので、これでこう打つと飛ぶ方向が右に飛んでしまうっていうことですね。ですのでやっぱり同調性っていうこういう練習だからこそ、やっぱハウスイングから始めていただきたいんですけど、ドライバーが苦手な人はですね。でドライバーがどうしてもコースで調子悪いなっていう時も、やっぱりこうなんか素振りとかでこう確認していただきたいですね。クラブのなんか通り道みたいな、結構ここを無視してなんかスイングのこの辺とかこの辺とか気にしちゃう人多いんですけど、やっぱり一番接触する部分ってまあインパクトなんで、ここの入り方ってどうなんだろうかっていうのをちょっとこう確かめつつ、スイングを確かめていきたいっていうポイントがあります。なるほど、はい、僕が見てて一番感じたのは、ゴルフっていうのは当然セットアップが大事だっていうところで、ドライバーが苦手な人もしくはうまくいかない日っていうのは、どちらかというと、まあ、アイアン寄りのアドレスになっちゃってる人が、まあ、多いのかなっていうところと、もう一つはやはりそのドライバーの独特の飛ばしに行こうと思った時に、どうしてもその力む力っていうものを体の開きっていうところで出してしまう、まあ、人はドライバーが苦手な人が多いのかなっていう傾向があるので、セットアップがすごく大事っていうのと、もう一つはその腰の開きですね。腰の開きを抑える、どう抑えるかっていうと、やはり腕とクラブと胸の同調ですね、まあ、そこを注意することがすごく大事なのかなと感じました。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 コメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。